新年明けましておめでとうございます。釣り子 TV です。お正月の動画っていうことでね、福袋買ってきてみましたよ。まあ毎年ね、いろいろ福袋を買って、まあね、いろんなものが入ってるんですけども、今回はですね、じゃじゃーん、こんな感じで福袋と言いつつね、中に何が入っているかね、見えるやつ、こういう感じのでね、買ってきてみましたよ。錦糸町のキャスティング、そこでね、売っていたやつ、7000円パックっていうのを買ってみたんですけども、これがどう見繕っても7000円だったら、これはお得だななんて思ってね、選んできてみたので、早速どんなものが入っているかね、開けていきたいと思います。まあまあまあ、もう見えちゃってるんですけども、何が入っているのかというと、まずね、はい、じゃーん、 NZ クローラーのジェットブラック。いやー、これね、なかなか買えなくて、そんでもって本当はね、あの福袋で言うとまだね、買えていないイボークの 3.0 とかが入っているやつをね、買おうなんて思ってね、福袋探しに行ったんですけども、このね、NZ クローラーのジェットブラック入りのがね、見つかっちゃったんで、で7000円で、その他もね、結構使ってみたいやつがいっぱい入っていたんで、もうこれっきゃないなと思ってね、今回は選んでみました。まずね、 NZ クローラーね、お次は、はい、じゃじゃーん、今活のね、風神スパイダーのトレーラー、これもね、ちょっとね、欲しかったんですよね。まだ買えてなくて、昔の旧型はですね、探せば持っているんですけども、新型で結構ね、こういうね、いい色味のやつとかね、あるので、改めてですね、ちょっと一袋欲しいなと思って、何よりね、ちょっと、信頼している情報筋のね、先輩から、いや、お前あれだけは買うなよ、あれだけは買うなよってね、なんかいつも会うたんびに言われるんですよね。で、その最後にいつもね、見かけたら俺のやつ買っといてって言われるんですよね。ってことは、まあやばい連れっぷりなんだろうなって想像がつくんで、風神、スーパースパイダートレーラーチャートシャットっていうね、これがね、入ってるの見えたんで、まあね、この2つの時点でね、ちょっともう欲しいのはだいぶ揃ってきたんですけども、じゃあさらに見ていきたいと思います。はい、これね、D トレブルフック SS の VP っていうことで、フッ素加工しているダイワのね、針で、まあこれバリューパックなので、でサイズが2番ですね。サクサスが使われていて、まあフッ素加工されていて、そんでもって、まあバリューパックだよっていうことで、先日のあの品川シーサイドのキャスティングでやっていたあのシーバスペースの時もね、これすごい安くなってたんで、何個かね、買ってみたんですけども、まあシーバス用っていうよりね、ほんとクランクベイトとか、大型のね、トップウォーターとかにもね、使えそうな感じだなっていうことで、これ1個あればね、10本入っているので、まあいろいろルアーを、針ね、過去のものに変えてなんていう時にいいなと思って、グローブライドの、使えるフッ素加工のフックが入ってましたよ。そして、はい、これですね、スイスイケムケム 0.9g ね、こうちょっとテールが長めのですね、中層攻略に必要なレンジキープ力がパワーアップした、ケムケムっていうことで、スイスイケムケムの 0.9g アバ色っていうね、こんな感じの色の、これはスイミングでなんかちょっとね、もっと使ってみたいなっていうことで、まあスモラバはね、ほんといくつあってもですね、あの亀山ダムをはじめ房総リザーバーなんかで、まあ霞水系でもね、結構使うんで、これはいくらあっても困らないよっていうことで、こんなのが入っていて、で、はい、最後、はーい、ウルフラットの、これはですね、5.8 インチのやつですね。大きめのブルフラットが入っておりますっていうことで、まあ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 、5.8 ね、雨の日とかによく使ったりするんですけども、これもね、あの先輩に聞いたんですけども、まあ結構、本当に魚のサイズを上げたい時ね、5.8 結構使い込むと使えるよなんていう風に教えてもらったので、まあブルフラットの 5.8 ね、あのいくつか持ってるんですけども、この福袋でね、
プラスでまた手に入ったら、まあこれ在庫分としてね、ボックスに忍ばしておこうかな、なんていう感じで、はい。というわけでこれ全部持ちきれるかな、どうだろう。7000円で、この感じ、ね、結構良くないですか？俺は結構大満足なんですけども、例年それぐらいの値段出してもね、あれっていうね、これちょっと、在庫処分なのかなみたいな感じのやつをね、掴んじゃうことが多かったんですけど、初めからこういう感じでね、キャスティングでね、中身見えて自分で吟味して買えるようなんていう福袋があったもんで、これで7000円だったらもう全然 OK でしょっていう感じでね、この他にもね、まだカラーね、ジェットブラック以外にもいろいろ選べたんですけども、何にしてもね、この黒色ってどうしてもね1個欲しかったんで、これはね新年早々幸先のいい買い物ができたんじゃないかな、なんていう風に思います。まあここら辺はね、冬の間とかね使ったりすると思うんですけど、ここら辺はそうですね、まあ3月以降とかね、徐々に暖かくなってきて、アフタースポーニングの時期とかね、夏の時期とかに大活躍するんじゃないかなということで、はい、こういう感じで出揃いました。あ、結構ね、まあ福袋いくつか買ってみたんですけども、このね、7000円の福袋はね、これ大満足でした。キャスティングもね、ほんと店舗によって日本橋とか、あとは葛西の店舗とかね、あと品川シーサイドとかね、いろいろ店舗ごとにね、出し方っていうか詰め方みたいなのが違ってですね、今回ね、いくつかのお店回ったんですけども、自分はね、ちょっとね、錦糸町のこの感じと陳列にビビビッと来てですね、気がついたらレジにね、並んでおりましたということで、はい、まあ改めましてのものもあるんですけども、まあ、動画の方ではね、このね、最近ねまた人気沸騰して出だしている風神スーパースパイダートレーラーね、まあ、ここら辺の動画なんかを作っていきつつ、まあ、ブルフラットも使いつつ、針もフッ素加工に変えつつ、まあ大会の時はスモラバ使って、雨が降ったらジェットブラックの LZ クローラーってね、こんな感じで楽しんでいければな、なんていう風に思います。はい、じゃあね、手元の方でね、実際どんな感じなのかぐっと寄って見ていこうと思うんですけども、今回ね、この福袋の中で一番目玉かななんて自分が感じたのはこれね、NZ クローラーのね、ジェットブラック、これが欲しかったんだけど、本当ね、売ってるところを自分は見たことがなくてね、まあ今回このタイミングで手に入れることができて、おやったぜって感じなんですけど、静観ですね、うわ引き締まったこの感じ。ジュニアサイズなんかが出たから、まあそこら辺がね、福袋の目玉になったりするんじゃないかななんて思うんですけども、結構まあジュニアのねサイズも使ったんだけど、使い心地としてはね、やっぱこのね一番最初に出たこのサイズね、これね、やっぱりなんかね、でかい魚も、去年釣ることができたっていうのもあって、で結構ね、使い込んでるとぶつけたりして、この羽の角度が変わったりしてね、あれってね、まあ、自分で調整して直せばいいんですけど、まあ、直すうちにこうちょっとね歪んだりしてきてっていうのもあるのと、あとはね、こう雨とかね、バチ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 ってシルエットがね、ぼやーっとしたようなタイミングで使うことが多いから、こういうね下から見てゴンとね、真っ黒で目立ちそうなこの黒色ってのが欲しかったんですよね。あ、そうなんだ、これ裏見るとここにこんな感じのね、赤いクラックのね、こんな色が入ってるんですね。で頭はこういう感じってのがね、よく、画像とかで見て知っていたんですけど、これかっこいいな。まあ、針もね、ピンシャンのやつが最初からついてるなって感じですけども、まあね、これはねハイシーズンに向けてどんどん使っていきたいな、なんていうふうに思います。そして今回ね、お初なのが、まあここら辺ですかね、スイスイケムケムっていうことで、いやー、まあケムケムはね、従来の普通のやつはね結構使っていたんですけども、これね
ねお尻の方がピローンって3本ね長くて太めのねラバーがついていて、中層スイミングとかで効きそうなんで、まあ亀山ダムとかでね使ってみたいななんていう風に思います。そしてこれねサクサスのお得用のなんとねこれ10本入ってるんですけども、これねクランクベイトとかのバイブレーションとかね、まああとそうだなデカめのミノとかで使うなんて言ってましたけど、まあそんな感じでねもう早速ね、まあ冬のストーブリーグじゃないですけども、ハイシーズンに使ったプラグ類ねこういった新しい針に取り替えたりして、まあ整備していこうかななんて思います。で買って知ったらですねこのねブルフラットが追加で入っていたよっていうことで、まあこれはねいつもボックスに入れてるもんなんで補充できてよかったな。で気になっていたのがねこれね風神スパイダートレーラーっていうことで、これがねどんな感じかね、いやーちょっとね2way とかねいろいろあるから、それでまたねあと、まあ、雑誌とかでいっぱい紹介されたりして、で各プロの人がねあれはいいよシークレットだぜっていう感じでね人気再沸騰っていう感じのルアーだと思うんですけども、もともとねあの風神スパイダーは好きでね使っていたんだけども、そんでこのねなんだろう一番まあ前に出たやつとかもまだ持ってるんですけども、なんかこれ単体でね使うってことですよね、ダウンショットとかでね、これを浮かしてなんだろうワッキーリグにしてピクピクみたいな感じで使ったりはしてたんですけども、これでダウンショットにしてちょんがけして下でふわふわやって、なんとも何とも言えない、でもこうこの細いね細かいテールとかがいい仕事をしてですね、ミエバスなんかもハムって食っちゃうなっていうことみたいなんですけども、まあこれまたね暴走のリザーバーとかで効きそうな釣りだなって思うんで、なんかねそういうタイミングがあったらねいろいろダムで投げてみたいななんていうふうに思ってます。これねなかなかねいざ買おうと思ったらほんと買えなくって、で今回ねあやった買えたと思ってね、まあまあどうですかこんな感じでね7000円分っていうことですけども、結構充実な内容ですよね。これでまた1万円分とか1万5000円のセットとかだとさすがにこれはいらないんじゃないかななんていうものがついてきちゃいそうな予感がするんですけども、キュッとねこうね引き締まった感じでこれで7000円だからもうねバッチリ、嬉しいなっていう感じで、はい。というわけで、今年もですね1年間どうぞよろしくお願いいたします。というわけで本日の釣り子 TV はこちらね、キャスティングの7000円の福袋入ったらホクホクだったよってこういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。